イタリアの国旗は緑、白、赤の縦三色旗である。イタリア三色旗とも単に三色旗を起源とし、19世紀のイタリア統一運動のシンボルとなった。一般的な解釈では、緑は国土、白は雪、正義、平和、赤は愛国者の地、熱血を表す。また、フランス国旗由来であるため、緑は自由、白は平等、 赤は、友愛を表すとも言う。2003年から2006年までの国旗の、色調現在のイタリア共和国の国旗は、サボヤケ家による王政の終了によって1946年6月19日から使用され、イタリア共和国憲法の制定に伴って1948年1月1日から正式な国旗となった。 1947年12月22日の立憲議会で可決された共和国憲法第12条には以下のように定められている。2002年9月18日付及び2003年1月17日付の首相富士官通達で国旗に使用される緑、白、赤の色調についてパントン色番号による規格化が初めて行われた。すなわち、緑、白、 赤というものである。2004年6月2日付の首相富時官通達及び2006年4月14日付の首相令によって、緑、白、赤の色調は現行のパントン色番号に改定された。一般的に採択される縦横比率は2、3であるが、軍隊容器は正方形である。イタリア海軍の軍艦機は国旗に海軍の気象を配したものである。 気象の盾は4分割されており、政界権を握って繁栄した4つの海洋共和国、ベネツィア、ジェノバ、アマルフィ、ピサをそれぞれ象徴している。城壁艦はイタリア海軍の起源をローマ帝国と結びつけるためにカバニャーリ提督によって1939年に付け加えられた。イタリア共和国の小戦機は軍艦機と類似した対象である。軍艦機との相違は、 城壁感がない点、ベネツィアの紋章の獅子が剣を持つ代わりにパックスティビ、マーセエヴァンジェリスタメブスと名打たれた書物を持っている点である。レッジョエミリアにあるコムナーレ宮殿のトリコローレの間、三色のイタリア国旗が初めて採用された場所である。緑、白、赤の三色旗が最初に公的に使用されたのはナポレオンの影響下で北部イタリアに建国された。 姉妹共和国の一つ、チスパダーナ共和国であった。1797年1月7日、レッジョエミリアで開催された、チスパダーナ共和国議会において、ジュゼッペ・コンパニオニが、緑、白、赤の三色機を用いることを提案し、これが採択された。これらの色はおそらく赤と白が、ミラノの旗の色に、緑が民兵の制服の色に由来している。旗は、 正方形の横三色機で、白の横帯の中心に、月桂樹で飾られた武器などからなる紋章が配置された。紋章に描かれた四本の矢は、共和国を作った四つの地方を表した。チスパダーナ共和国は翌年、ミラノのトランスパダーナ共和国と連合し、チサルピナ共和国が建国された。チサルピナ共和国の国旗として1798年に、 気象のない正方形のトリコローレが制定され、1802年まで用いられた。また、1799年に独立したルッカ共和国では、フランス三色旗に習い緑を一番上に配した横三色旗を制定し、1801年まで用いた。1802年、ナポレオンを大統領に衰退して、イタリア共和国が建国されると、トリコローレを構成する緑、 白、赤を用いた新しい旗が採択された。この国旗は赤字に白のひし形を置き、その中央に緑の正方形を配したものであった。ナポレオンがフランス皇帝に即位するとイタリア共和国はイタリア王国となり、共和国時代の旗の中央に金の和紙が配された。この旗は1814年のナポレオン大位まで用いられた。 1848年革命からイタリア王国が建国される1861年にかけてのイタリア統一運動の中でトリコローレは自由と独立を求める運動のシンボルとなった。サボヤ家の紋章を取り付けた三色旗はサルデーニャ・ピエモンテ王国軍の旗として1848年に登場した。サルデーニャ国王カルロ・アルベルトはロンバルド・ベネツィアの人々に 次のように布告している。イタリア統一の意思を外部に対してより明らかにするために我々は我々の部隊を求めるイタリア三色旗の中央にサボーヤ家の紋章を掲げた部隊をトスカーナ大公国は1848年の立憲革命によりハプスブルクロートリンゲン家の大紋章のついたオーストリアの旗を廃し同家の単純化した紋章を取り付けた取りころレを 掲げることになった。しかしながら、イタリア統一に敵対するオーストリアの赤、白、赤の旗の衣装が、同家の紋章には含まれているのは、注目に値する。1859年、大公国は、公的に存続が否決されて、モデナ・パルマの両公国と共に、紋章のないトリコローレを掲げる、中央統合諸州に吸収され、1861年の、 イタリア王国建国と共に、その一部となる。両シチリア王国の旗は、王国の紋章を白地に配したものだが、1848年革命の波の中で立憲君主制を認めた国王フェルディナンド2世は、これに緑と赤の縁取りを加えた旗を定め、1848年4月3日から1849年5月19日まで使われた。 1848年1月12日から1849年5月15日まで、存続したシチリア暫定政府は、トリコローレに、シチリアの象徴である三脚ともえを配した旗を用いた。1848年、ロンバルド・ベネト王国ではオーストリアに対する反乱が発生し、ミラノの5日間の後、ロンバルディアリンジ政府とベネト共和国が成立した。 彼らが採択した旗も、イタリアの独立と統一に関連付けられたものであり、ロンバルディアリンジ政府は無文章のトリコローレ、ベネト共和国はトリコローレの関東にサンマルコの有翼自市を取り付けたものであった。1849年、ローマ共和国はベネツィアから送られてきたトリコローレを採用し、赤字でディオ・イーポポロの文字を書き加えた。この国は、 強行国家が機能を停止していた4ヶ月間、存続した。1860年6月21日、両シチリア王国の旗は、トリコローレの中央に、ブルボン家の紋章を配したものに改められた。この旗は、両シチリア王国が、ガリバルディの先人隊に敗北し、イタリア王国に取り込まれる1861年3月17日まで、使用された。 1861年4月15日、サルデーニャ王国の国旗は新たに建国されたイタリア王国の国旗となった。トリコローレの中央にサボヤケの紋章を取り付けた、この旗は1946年6月に王政が廃されるまでの85年間、イタリアの国旗であった。1943年から45年にかけて、北、イタリアに所在した。 ベニート・ムッソリーニのイタリア社会共和国の国旗は無文章のトリコローレであった。ただし、この国旗は実際にはほとんど使われず、ファスケスをつかむ銀の足をあしらった軍隊容器がプロパガンダの中で一般的に用いられた。1945年4月25日、イタリア社会共和国は崩壊し、1年半の短い国家生命を終えた。 イタリア共和国大統領には公式の旗がある。現行の大統領旗は青字の上にナポレオンのイタリア共和国旗を置き金色の国章を配した正方形の旗である。イタリア王国時代には国王旗が存在したが共和国建国によって大統領が国家元首となり国家元首の旗としてはイタリア国旗がそのまま用いられていた。百六十五年 国防省の主導により、国家元首用に異なる旗を制定する企画が進められた。トリコローレに国章を廃するという提案もあったが、メキシコ大統領機と紛らわしいという理由で却下されている。大統領機は、カラビニエリに属するコラッツエリ司令官が管理している。イタリア共和国憲法に副大統領に関する規定はないが、憲法86条の規定によって、 大統領の職務を代行する上院議長の旗が1986年に制定されている。この旗は青地に白の四角形を置き銀色の黒章を配した正方形の旗である。2001年には前大統領の旗も制定されている。大統領旗に順次対象で大統領経験者に対する儀礼を示す装飾が施されている。イタリア空軍は 国籍マークとして、1914年以来トリコローレの色を同心炎上に配したラウンデルを用いている。ただし、1923年から43年にかけてはタバカンを円で囲んだものになった。トリコローレニチナムフレッチェトリコローリは世界有数の曲芸飛行チームとして知られる。イタリアとメキシコの国旗の違いイタリアの国旗と類似し対象を持つ国旗として、 メキシコの国旗がある。一見、国章の有無が異なるだけとみなされがちであるが、実際には、イタリアの国旗に使われる緑と、赤は、メキシコの国旗よりも淡い色彩が指定されており、また縦横の比が異なっている。イタリアの国旗の縦横比が2、3であるのに対し、メキシコの国旗は4、7であり、メキシコの方が、より細長い。イタリアの国旗は、 フランスの三色旗を起源にしているため、同じく、フランスを模したと考えられるいくつかの国の国旗と類似している。アイルランドの国旗も類似の国旗であるが、縦横比が異なっている。なお、コートジボワールの国旗は、アイルランドの国旗と逆順の縦三色旗であるが、イタリアの国旗と縦横比が同じである。また、緑、白、赤の同じ構成色を持つ三色旗には、 ハンガリーの国旗がある。赤を一番上に置く横三色旗であり。これも縦王比が異なる。ありがとうございます。